さあついにこの日がやってまいりました。皆様方こんにちは、ありがとうございます。約一月ぶりでございましょうか。立花雷霧丸、ここに復活でございまする。いよいよ我ら柳川も活動を再開する日がやってまいりました。お客人は少なかれど、きっと私のお声が聞こえておりまするお方、もしくは木々、自然、きっとおりますことでしょう。ぜひともに今後とも柳川を盛り上げてまいりまする。にて今一度私雷霧丸の見参を祝して名乗り口上を特別版にて披露いたしまする。ダンザエスパータデフィーダ。立花家の深淵の地に現れし、神妙不可思議なる刀剣の化身、我が名は千鳥改め立花雷霧丸。我が主道雪様の御為、雷に潜みし雷襲を討ち取ったり、氏神八幡方ご伊豆なまりし天よご将軍、修羅の地より再び現れしこの姿。遠からん者は音に聞け、近くは寄って目にも見よ。立花家の御霊をお守りする刀の前に、ダンザエスパータデフィーダ、立花雷霧丸、見参。ダンザエスパータデフィーダ、誠にありがとうございました。では今一度皆様をおもてなしいたし、ようこそ参りましょうぞ。さあありがとうございます。約一月ぶりの温度がやってまいりました。このようこそは皆様方をもてなすと同時に、来ていただいておりまするお花の料理長殿をおもてなしいたしておりまする。毎度おいしいご飯をありがとうございまする。ではやってまいりましょうぞ。オープニング演舞ようこそ。ありがとうございまする。では皆様方改めまして、こんにちは。ありがとうございまする。本日は6月の6日でございまするか、5日でございまするか、何日でございましたか。私も久しぶりにいて本日の日付を忘れてしまいました。そのように私今まで退屈だったのでございまするような、こちらのお花もなんとゴーストタウンとスタッフの方が呼ぶほどに人
人がいなくなっておったのでございまする。しかしコロナの自粛が解除された今、きっとたくさんの観光客がこれから来てくださることでございましょう。その時までにお花を活気で盛り上げます。ありがとうございまする。オープニングエンドようこそでございました。では皆様方、改めましてようこそ柳川の地へ。ここ柳川はかつて、あ、ありがとうございます。マスクするんや。ここ柳川はかつてお江戸の時代に初代藩主となる立花宗茂様から始まった水郷の町でございまする。しかし今はコロナが解除されたとはいえど、まだまだ危険レベルとやらでございましたから、レートが決まっておりまする。もうじき何やらそのレートの繰り下げとのことでございまして、もっと規制が緩和するとも私も聞いておりまするが、こちらに書いてございまする。意味はわかりまする。ありがとうございます。6尺6寸、皆様方も2メートル以上の距離を空けて、2メートル空いておりまするか皆様方。ありがとうございまする。皆様方もご協力のほどよろしくお願いいたしまする。柳川での旅を安全に、そして楽しく満喫してくださりますようお願いいたしまする。では本日私がご紹介したきことがございまして、皆様方お腹は空いておりまするか。もう間もなくお昼時でございまするが、あちらにもドーンと上りが出ておりまする。真心を結ぶ、そう、お花名物うむすびでございまする。こちらを本日私からご紹介いたしたいと思っておりまする。なんとこちらのうむすびはせいろ蒸しという柳川の名物をぎゅっと一つのおむすびと化した、まことにおいしき品でございまする。あ、なんとなんと準備をしてくださっておりまする。まことありがとうございまする。にてこちらのうむすび、本来ではパッケージも含め550円という価格で販売いたしておりまする。まことにあのせいろ蒸しの甘辛いタレに山椒の効いた味がぎゅっと濃縮されたご飯と、中からとろりとした舌触りのうなぎがまことに口の中でいっぱいに暴れ回っておるのでございまするな。その味のインパクトは最高でございまする。しかし今現在コロナでなかなかにお客人が集まっておらぬ状況でございまするが、きっと本日いらした皆様はそんな中でも柳川に来てくださったのでございまする。ゆえにそんなお方には我ら柳川より最上級のおもてなしをいたしたいと思い、こちらうむすびをパッケージを少々簡略化いたしておりまするが、10個セットで5500円ではございませぬぞ、4000円でございまする。あ、ちなみに今の私カンニングはいたしておりませんからな、こちらも演出でございまする。そう、なんと550円のうむすびを10個セットで5500円ではなく4000円でのご提供といたしておるのでございまする。お一つあたり400円、150円もお得となっておるのでございまするよな。いやいや、しかしせっかくお越しでございまするから、私もそのお花の料理長との直々に味の感想と申しまするか聞いたことがないのでございましてな。それはどうでございますか、かしこまり申した。いやいや、このあたりは企業秘密となっておりまするな。やはりお花でしか食べることができないこだわりの品であると今お花の料理長殿が示してくださりました。ゆえにぜひ皆様のご家族に柳川に来れるというお方、もしくはこの後また空也も知れぬ第2波に向けて柳川の味をぜひお家に持って帰っていただきとうございまする。ゆえ おにぎりではございませんが、おむすび10個セット皆様方ぜひよろしくお願い申し上げまする。
では六尺六寸マスクも少々外しまする。ではお次の演目へ参りましょうぞ。少々お待ちくださりませな。こちらの太刀を外さねばなりませぬゆえ。さあ、いい頃合いに雨がポツポツと降ってまいりましたな。あ、やめるというわけではございませぬぞ。まことこちらも演出のような気がいたしまする。さあ、本日は私復活の初陣でございまするからフルコースでやってまいりまする。お次の演目は稲妻水に照る月の前に木崩れを直させてくださりませ。ありがとうございまする。では参りましょう。参りましょう。では参りまする。稲妻水に照る月、とくとご覧あれ。トランとすれどもかげろう稲妻、水の月かや姿は見えとも手に取られず、この身体に刻まれし主の名を受け継ぐ者以外何人たりとも我に触れることはたまず。に打たれようとも、すべての記憶が失われようとも、雷神の御霊をこの身に打ち、未来へとただひたすらに立花家にあだなすすべての災いからあなた様をお守り申し上げ奉る。演舞稲妻水に照る月、誠にありがとうございました。思えばこの稲妻水に照る月も初披露から間もなく1年となるわけでございまする。誠、時が経つのは早うございます。
覚えておりまするか。おそらくは去年の6月の9日であったと思いまする。私が摩訶不思議な2週間で5歳の年を取るという、あれは何と申しましょうか、タイムスリップとやらでございましたか。よくわからぬ不可思議な現象と申しまするか。まこと当世には不思議が箱のびっておりまする。では皆様方、まもなく私のお時間もしまいとなってまいりまするゆえ、最後はドーンと盛り上がってまいりましょう。準備はできておりまするか。共に盛り上がってくだされませ。最終演舞は雷神徳とご覧なれ。さあ参りました、皆様方、雷神役一月ぶりの復活でございまする。いやはや、まだまだ私による館内ツアーを行うことはできませんが、なんとなんと大人気の刀剣展が今立花家資料館で始まっておりまする。ぜひこの後皆様方、ぜひ立花家資料館の方へ出向いてくださりませ。私が一番最初に皆様をおもてなしいたしまする。以上、本日の館内パフォーマンス午前の部でございました。では、皆様方誠にありがとうございました。さて、六尺六寸マスクをつければなりませぬ。またでございまするよ。私のこの懐は異次元となっておるのでございましょうか。物を入れるたびになくなってしまうので、あ、ありました。では皆様方、本日もお越しください誠にありがとうございまする。今後とも2メートルこと6尺6寸をお忘れなく。あ、ちなみに役でございまするからな、約2メートル6尺6寸お忘れなきようお願い申し上げまする。にて明日は私のミュージアムキャラクターとして、まあ、小僧と言うておきまするが、初の弟子となるところでございましょうかね。あ、噛んでしまいました、申し訳ございませんでな。柳川藩2代藩主立花忠重殿が出てまいりまする。ちなみに
殿の評価のことで申しますると、まだまだとのことでございまする。ゆえに皆様方、ぜひ応援してあげてくだされませ。ういういしき忠重殿もよろしくお願い申し上げまする。私のお墨付きでございまするからな。たとえ柳川の元大名とはいえど、ミュージアムキャラクター歴は私の方が圧倒的に上でございまするから。ちなみに私はまだ宗茂様の刀でございまするからな。時間軸は そこでございまするよ。宗茂様の刀の代で私は当世によみがえっておるのでございまするから。ちなみに若返りが自由な私はもちろん忠重様へと譲り受けられた時の私のまま復活することもできまするが、やはり大河ドラマを押していかねばなりませぬから、宗茂様の刀として離れることはできませぬ。ゆえよろしくお願い申し上げまする。では私は退陣いたしまする。ありがとうございました。ぜひとも産むすびのほどよろしくお願い申し上げまする。ありがとうございました。